にちは、日野です。今日は2022年の2月の17日になります。今日はあの朝ズームセミナーがありまして、日本ケフィアの中島さんっていう方に来ていただきました。もう何回も来ていただいてまして、今日はケフィアヨーグルトについてお話をしていただいたんですけれども、僕も毎日ケフィアのヨーグルト、豆乳で作ってます。でこれを毎日朝食べてるんですけれども、ケフィアのヨーグルトは非常にね美味しいんですよね。酸味がそんなになくて、まあ、ちょっとほのかな酸味があって、非常に食べやすいですね。でお腹の調子もね、やっぱりそれを食べると続けているとね非常にいいなっていうのを実感しております。まあ、腸は免疫の要ですから、そこをね整えていくっていうのは重要だと思うんですけれども、今、メルマガではですね、地球内天体アルザルっていうことで、もう今日ぐらいでいい加減にね、それはその話題に対しては終了したいなと思って書いてるんですけれども、まあ、彼らは僕らと同じ人間なんですよね。でそれが今地球内天体アルザルという場所にいると、まあ亜空間っていうんですけれども、地球内の内核っていうのはそのプラズマが非常にこう出てるっていうか、プラズマの元はその地球の内核からこう出て、北から出て、そこからこう地表を通ってまた南の極点から入っていくみたいな、そういう流れになってるんですけれども、そのプラズマの内核っていうのは要はプラズマに覆われてるわけですよね。ですから、そのプラズマ同士が融合して、全く別の世界がそこに広がっている、内核とはまた別の世界が広がってるっていうのが地球内天体アルザルになるわけですよね。で非常にこう現実的に見ても、まあ馬鹿げてると思う方も多分、多いと思うんですよね。でそれに対しては、今現在としてはまあ証明することはできませんので、その通りだということをね思うんですけれども、ただそういういろいろ歴史とかね、いろんなことを見ていくと、まあ、そういう世界があっていずれ彼らも、戻ってくるということがわかるんですけれども、まあ、その地上ではなし得なかった彼らの、思い掟を守り、まあ、神に従い、そこで、絶対的なねその平和社会を作るということが要は理想の世界が今そこで展開しているわけですよね。ですから彼らは表に出てくることはたびたびあるんですけれども、まあ、日本でもね、その UFO の絵が描かれた、江戸時代ぐらいだったと思うんですけれども、そういう記録も残っているわけです。ですから実際に、まあ、そういう存在が、地上を訪れているようだっていうのはわかるんですけれども、で外国でもそういう目撃例っていうんですかね、マザーシップっていう、もうむちゃむちゃ、何キロなんでしょうね、直径もう何十キロぐらいの大きさのマザーシップっていうのがあるんですけれども、まあ、そこに、UFO のデルタ系の UFO とかもそこからこう飛び出したりするわけです。で多分おそらく何千人何万人収容できるようなものがあるんですけれども、そのマザーシップで彼らは、いずれ時が来たら戻ってくるっていうことになるんですよね。だから僕たちはその目撃者になる可能性があるということですよね。まあ馬鹿げたことを言ってるというふうに思われる方もね多分多いと思うんですね。でそれは否定しませんし、まあ、全くその通りなんですけれども、まあそういうね、彼らは絶対的な平和主義ですから、もう能力としては技術としてはものすごくハイレベル、日本というかこの今現時点でアメリカ軍とかね、そういったものをはるかにしのぐ、技術とか、まあ、軍事力っていうのは持ってるはずなんですけれども、でも一切攻撃したことがないと。でなぜ攻撃しないのかっていうと、それは彼らの掟があるわけですよね。もう絶対的な平和主義、人を、殺さないとか、そのモーセの10回っていうんですかね、モーセが神から授かった10回ってありますけれども、まあ、ままを保持しているような人たちですよね。ですからそういう、殺人を犯さないとか、そういうことがあるわけですけれども、だから絶対手を出してこない。アメリカ
カ軍は何度かこう攻撃しようとしてるんですけれども、全く、意に介さないというか相手にならないわけです。ですからそういう世界があって、いずれ地上に戻ってきて、で次の世界っていうのがまさにその、弥勒の世とか、復千年時代って言われてますけれども、そういう時代が、そういう世界になるだろうっていうところですよね。でそれはもう時代的には大詰めを今迎えてる終末の時代に入ってますから、でそれがまさに令和の時代に、なってるわけです。令和という時代が神の号令に従ってまとまる時代、一つの輪としてまとまる時代ですから、そのように見ていくと令和という時代で完結するはずなんですよね。で、そうやって見ていくと言語にも意味があって、一つ一つ、偶然はないですし、令和というのが、最後の言語になる、これも何人かのいろんな方が指摘されてますけども、そう思います。ですからそう考えたら、今の昭和天皇の昭和天皇じゃないですね、すいません、令和天皇の、今の天皇陛下の年齢を考えれば、そう遠くない未来に次の世界に移行する可能性があるということですよね。ということで、今回はね、以上になります。ありがとうございます。